静岡鉄道線軽電車は、静岡鉄道が1973年から導入した通勤軽電車である。車体に高校張力ステンレス鋼を使用した静岡鉄道発のオールステンレス車両である。静岡清水線の在来車両を機械のために制御電動車、 雲破線と制御不随尺破5五百からなる二両固定編成が1973年から1985年にかけて12本の計24両が導入された。なお、運用開始後鉄道有の始静岡支部より79年オレンジ賞を授与されている。東急7200系電車に類似した18メートル級3扉という基本的な車体規格は300型と共通であり、 側面窓配置は DD3D3D1 となっているが、本形式においては、戸袋窓は設置されていない。ステンレス車体を活かして外反は、無塗装とされ、軽量化及び保守の容易な構造となっている。前面デザインは、運転台からの視界確保を目的として、大型窓の非貫通形状とされ、窓ガラスには安全性強化を目的として某、曇り特殊強化ガラスを用いている。 側面窓にはバランサー付きの一眼加工窓を採用し、客用扉には幅 1300mm の両開き式扉を採用した。立甲とブレーキを1本のハンドルで操作するワンハンドルマスコンを採用した。軽基板はデスクタイプとされ、走行中に必要な隠し道具やスイッチ類は確認、操作がしやすいように取り付け位置を検討したほか、 運転手の姿勢や足回りのスペースと乗務時の疲労低減や保守作業のしやすさも考慮されている。室内および天井にはメラミン樹脂積総合金のアルミデコラを使用して無塗装とし、床面はステンレスのキーストンプレートにユニテックスを充填した上で厚さ3ト、mm、ルのロンリウムを用いて被覆した構造とした。室内照明には 40W のラピッドスタート型蛍光灯を14本と 15W の予備灯を4灯設置した。また、座席はすべてロングシートである。主制御装置は、東洋電気製造製で1台で4台の主電動機を制御する 1C4AM の発電ブレーキ付け電動カム軸式制御機 ES769AM もしくは、同 ES769A1M を採用した。 いずれも制御方式は抵抗制御方式である。これらの制御器は、大火重装置を設け、定員200%まで、加減速度を一定に保つことができるほか、空転検知機能を持つ。主電動機は、東洋電気製造製の直流直巻電動機である、TDK806-6G 及び TDK806-6J を採用した。 いずれも 300K の主電動機である TDK806、6F と比較して、出力強化がなされた改良型であり、両者とも基本性能は同一である。駆動装置は、KD-320A ハスバ歯車一段減速中空軸平行、カルダン駆動装置を採用した。歯車比は300型と同じく84、15であり、定格速度も、 同系列と同じ時速 35.8km となっている。補助電源装置は当初東洋電気製造製の電動発電機である TDK368A 及びバッテリーとしてアルカリ電池を搭載したが新生冷房車となった19編成以降 MG は冷房用電源を供給するための大容量化及びメンテナンスフリー化を図ってブラシレス電動発電機である。 TDK-3314A に変更された。電動空気圧縮機は HB-1500B を1台搭載する。ブレーキ装置は日本エアーブレーキ製 HRD-1 全電気指令式電磁直通空気ブレーキを採用した。これは静岡鉄道の車両として初めての全電気指令ブレーキである。常用ブレーキの他に非常ブレーキ、 また保安ブレーキとして、予備直通ブレーキを設置している。終電装置は、1008編成まで、PT-4308A、M 皮脂型パンタグラフを採用したが、1009編成、1010 10編成からは搭載する分散式冷房装置の、設置間隔をできる限り均一化するために折りたたみ、寸法が小さい下枠交差型パンタグラフの、 TDK-4814 に変更された。台車は、東急車両製造製の車体直結式、空気バネ台車である、TS-812 及び TS-813 を採用した。いずれも枕バネには、ダイヤフラム式空気バネを用いており、下揺れ枕は使用しない。基礎ブレーキ装置は、レジン製、ブレーキシューを使用する、片押し。 式踏みずらブレーキとした。1008編成までは、非冷房車として巡工し、各車内には客室及び運転室に、計7台の扇風機が設置されていたが、1979年に、増備された19編成及び1010 10編成からは、扇風機を廃止の上で、冷房装置が導入され、屋根上に、東芝製プー -2211、 分散式冷房装置を各社4機ずつ搭載した。後に非冷房車に対しても冷房装置の搭載改造が行われたが、こちらは集中式冷房装置を各社1機ずつ搭載する形に改められている。軽的には空気圧で動作するタイホンに加えて急行運用時に使用するためにミュージックホームを搭載する。 静岡清水線においては1975年9月からワンマン運転を開始し、それ以前に進行した車両にも以下の改造工事が施行された。1979年以降に導入された新生冷房車は冷房装置を搭載するために構えたい部分の設計変更が行われたほか、主制御装置が ES769A1MA、主電動機が TDK806、 6J へとそれぞれ機種が変更されている。前述のように当初車体は無塗装であったが、1985年より一部の編成の前面にストライプ状の警戒塗装が施され、後に全編成に波及した。その後全面裾にオレンジ色の反射素材による警戒塗装が追加されている。また、2008年の1006編成を皮切りに全面に。 廃送機の設置が開始されている。また、2011年から車側ミラーの撤去が実施された。1011編成は2015年7月27日から、チビマルコちゃんのラッピング車両として運用を開始した。当初は2016年7月26日まで1年間の運行予定であったが、たびたび延長され2021年3月現在も、 チビマルコちゃんラッピングトレインとして運用されている。運用時間は公表されており、平日、金曜ダイヤの10時から16時、土日ダイヤの終日の運用列車において、主人公のマルコの車内アナウンスが使用される。a 3 0 0 0系の導入の推進に伴い置き換えられる計画があり、2021年3月末、現在、旧編成が運用を終了している。 2021年2月18日に廃車予定の19編成が熊本電気鉄道、1010 10編成が越前鉄道にそれぞれ譲渡されることが発表された。静岡鉄道の車両型車へ譲渡されるのは福井鉄道へ譲渡された300系以来36年ぶりとなり、熊本電気鉄道への導入は500系以来42年ぶりとなる。ありがとうございます。